ガオッス。サバンナ生まれのメスハイエナ VTuber、オネブチファング様だ。そして合いの手担当の麦ちゃんです。今回はハイエナの種類について解説していくぞ。種類って？一口にハイエナって言っても実は種類が存在するんだ。ハイエナは食肉目ハイエナ科に属する動物の総称。その数は現在4種類。というわけでイカれたメンバーを紹介するぜ。ブチハイエナ、別名マダラハイエナ、または笑いハイエナとも呼ばれるハイエナの中でも代表的な種類だな。その名の通り毛皮のブチ模様が特徴だ。ハイエナの仲間で一番体が大きく狩りが得意なハンター。狩りの成功率は驚異の 60% 以上。メス中心の群れ、クランを作り、とても社会性が高い種類だな。ブチハイエナについては俺様の動画「ブチハイエナってどんな動物?」で詳しく解説しているぞ。ファングちゃんもブチハイエナのバーチャル YouTuber だよね。シマハイエナ、名前の通りシマ模様が特徴。メスよりオスの方が少し体が大きい。ブチハイエナより小柄で性格も比較的穏やかだが、危険を感じると全身の毛を逆立てて体を大きく見せて威嚇するぞ。割と雑食で動物の死骸を食べたり、昆虫、魚、果実などを食べるほか、小動物を飼って食べたり、時には牛などの大きな動物を倒すこともある。割と一般的なハイエナのイメージに近いかな。基本的に群れは作らず単独行動、繁殖期だけ家族で行動するぞ。褐色ハイエナ、こちらもブチハイエナより少し小柄。暗褐色の長い毛で覆われていてふさふさなのが特徴。ほんとだ、ふさふさだ。他のハイエナよりも乾燥地帯に強くて砂漠にも生息しているぞ。ある程度水を飲まなくても果物などから水分を摂取して生きていけるんだ。数頭の群れを作り、群れの中には序列があるが、ブチハイエナみたいに完全メス上位の社会ではないみたいだ。餌はやっぱり動物の死骸や小動物、昆虫、魚、果実などだが、打ち上げられたアザラシやオットセイの子供を食べることもあるらしい。カメは大丈夫かな。アードウルフ、名前はウルフだけどれっきとしたハイエナの仲間。ハイエナの中で一番小さくて体長55〜80cmと中型犬くらいの大きさだな。このアードウルフ最大の特徴は主食がシロアリってこと。シロアリ、お肉じゃないの？長い舌で塚からシロアリを絡め取って食べる。一日に数千、多い時には数十万匹を食べることもあるらしいぞ。このアードウルフが賢いのはアリ塚を壊さずシロアリを食べるので、コロニーが全滅せず復活したアリ塚から何度も餌を食べることができるんだ。へえ、賢いんだな。シロアリの他にも昆虫や小動物、動物の死骸などを食べることもあるみたいだ。単独かごく小さな群れで行動するぞ。以上4種類のハイエナを解説したぜ。どうだ、同じハイエナの仲間でも違いがあって面白いだろ。雑食だったりシロアリを食べたり、本当に個性いろいろだね。ちなみにハイエナは動物の死骸を食べることも多く、意地汚いイメージで見られがちだけど、こういう生き物はスカベンジャーといって、死体となった動物を自然に返し環境を健全に保つ重要な役割なんだ。だからハイエナはサバンナの掃除屋なんて呼ばれているんだぜ。みんなもハイエナを見習ってこまめに掃除をして身の回りをきれいにしよう。俺様との約束だ。僕の部屋はファングちゃんが掃除してね。